はいどうも皆さんこんにちは、ボイケンです。今回の動画でね、やっとまあこのパーティーで、あもう行っちゃったか、このパーティーで行ったんですけど、やっとね、あの黄金倒せました。もう開始から3ヶ月以上経ってね、いろんな方、内藤さんとかね、いやいろんな方の動画をね、まあ見てきたんですけど、黄金ね、まあ勝てるパターンがあると、で身代わりするといいと、まああの僕もね身代わり何回もやったんですけど、ちょっと身代わりじゃ勝てなかったんで、真っ向勝負、スーパーアーマーがね登場してもう1ヶ月以上経つんで、真っ向勝負でも勝てますね。ってわけでドレアムサンドの真っ向勝負スーパーアーマーでガンガン上げて倒してきましたんで、その動画ね見ていきましょうか。ではね、まずスーパーアーマーで上げた後に、まあ基本はね、まあ相手の落とすパターンとか一緒なんですけど、身代わりするとね、ほんと楽なのはわかるんですけど、なんかね、後半ズルズルいっちゃう。イオナズンとか食らってからね、3分の1ぐらいいってからね、半分から3分の1ぐらいいってから、結構ズルズルいっちゃったんでね。まあ一応ね、まあ、正面突破でもいけんじゃないかなと思ってね、しっかりとピオリム上げて、スーパーアーマーでね、まあ、防御とかいろいろ上げて、まあ戦ってる感じですね。まあ最初ね、まあこの辺の周りの雑魚がね、結構しんどいんで、その辺からね、まず落としていくと。いう感じですね。で、まあ、魔法とかじゃなくて、普通に斬撃でね、こっちは行ってる感じですね。絶技がね、やっぱりね、まあ、ほんとね、ドレアムゲームっていうのはね、まあ、終始一貫してるんですけど、まあね、この辺でね、この後の黒鉄がね、これがあんまり通用しなかったんですけどね。一応ね、相手のマヒャド、こんなんがね、一発で落ちちゃうんですけど、まあ、なんとかね、まあ、2段階も上がってる状態なんで、2ターン目からね、マヒャドを打ってくるんですけど、まあこんなんでね、耐えれると。2段階上げると140ぐらいしか食らわないんで、150ぐらいかな。うん。で、あとは絶技とかでね、こっちが、2段階攻撃力アップして、向こうがね、下がってたら、まあいい感じと。で、MP、が結構吸えるんでね、黄金までは結構吸えるんで、まあこんな感じでね、安定します。黒鉄になるとね、全然なんですけどね、この辺がね、魔法カンタ入ってるんでね。はい。というわけで、今回ね、木を連れてきました。回復がね、蘇生がね、充実してるんで、あと、まあ、一人ね、MP 回復の、ファンタズマでしたっけ？こいつを連れてきたんでね、まあ、これでなんとかいけるかなと。まあね、綿棒でもいいんですけど、ちょっとレベルが全体的に下がっちゃうんでね、サポートを借りてもね、レベル下がっちゃうんで、まあ、とりあえずね、こんな感じで連れてますね。はい、じゃあ、ドレアムはね、終始。あ、あと、ピオリムか。ピオリムが切れないようにね、一応ね、粘ってますね。はい、じゃあ、まあ、凍てつく波動はね、こいつに関してはしてこないんで、まあ、ガン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 スペック上げときゃ、まあ、大丈夫なんですけど。まあ、あとは、ね、吸収。MP がね、ほんと尽きちゃうんで、魔法上げる一人いてもね、やっぱそれでもね、MP が足りなくなるんで。まあ、基本スーパーアーマーとか、あ、マジック、ここの時はマジックブレイク使ったんだ。まあ、意味ないけどね、まあ、やることがなくなったって感じだね。はい、ではこんな感じでね、まあ一個一個雑魚キャラを落としていくと、まあある意味ここまではね分散しても大丈夫かな。やっぱ黄金と黒鉄だったらね、僕的には黒鉄の方がやっぱ強いかな、うん、まあ当たり前っちゃ当たり前だけど強いよね。はい、じゃあこれで MP をね回復していくと。でこの辺もね320も食らったんだ。この辺で分散したのが良かったよね。一発食らうけど、まあなんとかしのいでるって感じですね。まあ、相手が1段階、バイシオンっていうか、あれが入ってますね。戦いの歌が入ってるんで、その分で火力が上がってるんですけど、普通にね、ギラだけでも、ベギラゴンだけでも、ね、結構食らうんですけどね。まあ、2段階上げててもこれぐらい食らっちゃうんでね、真っ向勝負。まあ、ちょっと運要素あります。ちょっとというかありますね。その、相手の攻撃が、ベギラゴンでめちゃくちゃ食らったやつに入っちゃうとね、これで320とかですもんね、食らってんのに。まあ、魔王とかに、その次の攻撃が入ればね、問題ないですけどね。あと世界中の雫じゃないとね、ちょっと全回復まで追いつかないんで、一応それでね、木をね、連れてきたんですけどね。結構魔法上げるの負担がかかっちゃうし、魔法上げるのファンタズマが途中で落ちちゃうとね、さらにこう、ズルズルいっちゃう感じで、まあ、まあ、若干その辺がね、運要素がありますね。ビギラゴンの後とか、その辺でね、まあ、一発食らっちゃうのが誰かにもよりますね。はい、じゃあこの辺でね、ピオリム継続したり、絶技の方をしたりね。どちらか選択していくような感じですね。もうすぐでね、3分の1ぐらいになってくるんで、この後はね、イオナズンとかね、あとはラストの、
マジックアーマーをそろそろ呼ばれそうですね。もうちょっとか、もうちょびっと暮らしたらマジックアーマーを、相手の方がね、マジックアーマー呼んでくるんで、そっからがね、ラスト勝負ですね。ここがね、結構しんどいんですけど、そこまでにね、ガンガン削り切っとけば、もう今終盤に入ったかなって感じですね。ね、かなり500ぐらいのダメージをね、5、6発食らわせれて、出てるんでね。で、ここでもね、呼ばなかったんで、ラッキーと思ってね、よし、これはいけるぞ、と。いう感じでね。あれ、これって、呼ぶ前にいけたっけ？珍しいパターンでね、呼ばなかったっていう。まあ、ラッキーもね、あってか、うまくいったのかな。結構、これ、毎週みんなやってんだね。ほんとね、僕ね、これ避けてきて、あの、黄金はね。これ、押し切れると思ってね、呼ばなかったね。呼ぶ前に倒したんだね、これね。で、この後も来るかなと思ったんですけど、ピサロの方がね、僕のピサロの方が先にね、ターン回ってきたんで。いやー、ピオリムしといてよかったねって感じですけどね。はい、というわけで、まぐれなんですけどね、一応勝てたと。初討伐なんでね、個人的にはすごい嬉しいんですけど、まあ動画的にはね、もうみんな当たり前だよっていう感じなんですけど、一応正面突破で、身代わりなしでね、行ったっていう動画でした。最近ね、まあこいつを使えば、スーパーアーマーを使えばね、まあ割とこんな感じでね、やりやすくなったのかなっていう感じで、まあ僕もね、まあまた週明け月曜日にはね、毎週ね、これ、身代わりっていうかね、仁王立ちか、あれなしでね、まあ今後もね、行こうかなと思いますね。一応黒鉄の方が出たんでね、この後やったんですけど、ボコボコでしたね。もう10連敗ぐらいしてるかな。黄金の方もね、もう10連敗ぐらい。した後のこの動画だったんですけど、まあ、とりあえずこれのパーティーにしてからは初だったかな。はい、ではね、早速ね、2個分、取れたんでね、最後ガチャ回して終わりましょうか。まあね、このガチャ渋いっていうかね、なかなかやっぱ全部揃うとなると毎週ね、クリアしてる人しかいかないですけどね。はい、じゃあ武器だけでしたね。武器とあれか。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、失礼します。よかったね。はい、失礼します。はーい、ではね、こっからちょっとおまけのおまけなんですけど、ドラクエ8の実際のね、黄金の距離ちょっと見ましょうか。まあ最後はね、よかったら見てください。3分ぐらいかな。はーい、うんとがあるんですよね。はい、じゃあ黄金ですね。黄金です。ちょっとヤンガスが気になりますけどね。まあヤンガス気になるけど、まあいっか、食べましょう。じゃあ最初のターンだけね、最初のターンはちょっと回復に回しましょう。まあ1回のピオで多分ね、200ぐらいいくんで、まあこれで大丈夫でしょう。まあこんな感じで1ターン目にしましょうかね。あんまり攻撃しないような感じで。あ、そうそうそう、テンション100になるんだこいつは。さすがにテンション100は死ぬんでね。あとあれだ、瞳があった。瞳が、あの、眠らせるやつあるんで、あんま溜めすぎてもね、ちょっと、あの、無効になるとね、もったいなかった気がするんですけどね。はい、じゃあ、ククールも溜めると。で、ゲルダに関してはこれと。まあ、間に合うでしょう。はい、こっちが先生なんでね。あいつはヤンガスがどうかですよね。オッケーオッケー。50まで来ましたね。ってことで、200。オッケーオッケー。バラバラだけど、まあ、オッケーか。はい、じゃあ、こっちを貯めといて。で、ククールはもう来たんで、ハヤブサ行きましょうか。で、呪文で回復しましょう。自分かな。一応ね、安全見て。守備が一番低いのはこいつなんでね。はい、1328。お、来ましたね、100。じゃあもうあと3人で攻撃で終わらせたいと思います。まあこいつがスーパーハイテンションなんで、ハヤブサこれで眠らなきゃいいんですけどね。この20の状態で攻撃、あ、ヨナズンか。回復、まあ大丈夫だね。うん、いやーでもこれで終わりそうだな。回復一旦入れた方がいいな、これ。いや、微妙やぞ。うん、回復入れといた方が次のターンからちょっときつい感じするんで。一応ね、こいつしょぼいんで、やっぱタンバリンだな。で、ベホマーズン入ったんで、こいつ微妙だな。まあ、攻撃するか。で、こいつもね、攻撃しましょう。お、まだ多分、まあ、ギリいけるだろうと思って。よし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 。この後攻撃は面倒ですけど、まあ、おお、ラッキーラッキー。いいタイミング。まあ、100でしたけど、使いたかったですけどね。まあまあ、
前回の方が大事なんで、この辺はね。次のターンにちょっと持ち越しちゃうとあれなんでね。はい、じゃああと2試合いっかな。はい、では以上ですね。この後ね、クローテストとかいろいろあるんですけど、またね、倒した際にドラクエ8かぶせていきたいと思いますけどね。はい、じゃあ失礼します。またねー。